さあそれではさあ2回目シャッフルのさあ試合の方ですね。さあエントリー表の方はこんな感じ。さあちょっとね、22名ということでちょっと半端な感じになってますけども、さあまず1回戦右の方だね、1試合目がユニバース7793って誰だっけ、シノンの友達か。はい、それから帽子ムララギ、そして2試合目がポリゴンサーシャツバス、0886って誰だ、あ、風化差しね。はい、で3試合目が、俺ウィルタキートン、これ大地くんだよね。はい、という感じでとりあえずね、3試合やっていきますんでお願いいたします。ほいっと、それでは進めていきましょう。1回戦のスタートです。はい、ということでね、1P2P3P4P、ユニバース、あ、そうだごめんちょっと待ってね、期待はね、そうそう、シャッフル、うちのシャッフルは恒例です。ステージはサイド7、期待選ぶときはランダムで選んでください。オールランダムだよ、オールランダム、全試合全部のモビルスーツをランダムでセレクトしてください。いいですか、ごめんね言い忘れてた。はい、オールランダムだよ。ステージはサイド7ね、ステージ選ぶ人はサイド7を選んでください。でモビルスーツの選択をオールランダムで選んでください。お願いしますね。さあそして奥側の方ごめんね、 5P6P7P8P、 さあポリゴンサーシャ、ツバス風化差しですね、自分の名前が出てるところ間違えずにカードを差して始めてくださいね。モビルスーツはオールランダムですよ。さあまず始まったのは手前側かな。さあ組み合わせはなんだ、ちょっと今一瞬見逃しちゃったんだけど、さあユニバースムララギと帽子シノの友達か。さあモビルスーツはフリーダム2号機とゴッドニューガン。さあゴッドニューガンの方がオーソドックスといえばオーソドックスですが、どっか視点選んでいいよ。さあニューガンシノの友達か。さあまずはお互いワンタッチかな、ちょっと乳がんが減ってるかな。さあここはちょっとシノの友達頑張ってほしいところ。やるな、さあ2号機、さあ2号機がふわふわと、さあゴッドのカット、うまいとこいった。さあ強気で振ってったぞ、あさあ少々きつい展開だが、こんなことはしたくないけど、なんだ君を止めてみせる、そこ甘いゴッドフィンガー。さあお得ない、ちょっと混戦模様。さあなんとか前に出て叩きたいところだが、さあ詰められるか、さあ本音を一気に、あー僕のせいで、僕のせいで敵を止めることはできたな。あはい、今ちょっとニューガン側が負けたのかなと思ったらゴッドが向こうで何かやってたんですね。さあということで勝ち残ったのは、さあ1周目、さあシノンの友達と帽子組、
奥も決まったかな。サーシャ君と、はい、福佐志組ですね。さあ1回戦のもう1試合、俺、ウィルタ、キートン、大地君ですね。はい、自分ところ台見つけてカードを刺して、はい、始めてくださいね。モビルスーツの選択間違っちゃダメですよ。ランダムセレクトしてくださいね。マップの方はサイドセブンでお願いいたします。これはシャッフル大会ですね、これ。さあ、全機体ですが、ランダムとなってます。全機体ね、プレイヤー皆さん、オールランダムのシャッフル大会となっております。さあ、それを踏まえてね、やっぱ皆さん、使いこなしてない機体をどれだけ、やっぱぎこちない戦いが見れると思うのでね。さあ、その感じで見ていきましょう。さあ、相手、ストフリ、メッサーラ、バース、ゴッドなんでしょうか。相方が何だった。ダメイメスやってて、ブーガスから、あ、ダブル X、 お、だいぶなんか固定っぽいあれ、期待選択になりましたね。さあ、展開サーブ、これはちょっと甘かったでしょうかね。これは食らってしまう。さあ、ゴッドシャドウから、さあ、メッサーラ、ダブル X のビームとゴッドの最初が重なった感じでしょうか。さあ、メッサーラのチャージ、さあ、チャージの、流上がりから、ストライクのメインでゴッドにダメージと。おっと、ちょっと相方のミサイルからソフィのチャージ食らった感じでしょうか。さあ、ゴッドダブル X、これはゴッドが前出しスタイルなんでしょうか。さあ、若干、さあ、メインから N 角二段前派生。さあ、メインが立てる、掴めるか。さあ、ゴッドメインが掴んでいる。これは美味しいダブル X メイン2発から、しかしストフリが、サーブをダブル X に当てる。さあ、しかしダブル、あっと、サテライトがメッサーに当たっている。これもしないですね。さあ、メッサーラ、ストーリーが若干アドバンテージがゴッドマンにどんどん傾いている。さあ、しかし覚醒でなんとかね、ダブル X にダメージを与えて盛り返したいところですが、さあ、スタイガー、うまいがメインから正解インでチャージをダブル X なんだけど、さあ、ストフリーメインから突破コリー、これはダブル X に落ち着いて取られましたね。さあ、メッサーラ、ダブル X が攻撃中、覚醒お互いを入って、しかしメッサーラ変形。さあ、ストフリー展開ドル、これはちょっとメッサーラね、だいぶダメージをちょっともらいすぎてしまった感じでしょうか。さあ、勝ったのはゴッドを前出しに行ったダブル X ゴッド、おめでとうございます。1回戦全ての試合が終了いたしました。さあ、1回戦の方が終わりました。2回戦の方に移りたいと思います。どっから始まるんですかね。それでは始めていきましょう。さあ、これは2セットかな、2セット稼働ですね。まあ、セット目、アクエリさん、マフティさん、シモヨンケダさん、アズキャットさん、2セット目がこれなんだっけ、バジリスクのやつだよね。バジリスクのやつなんていうんだっけ。ご女子の塊とシモヨンケダさん、シモヨンケダさん、はい、おめよろし、あ、ね、準備の方よろしくお願いします。あれ、なんて呼ぶの、バジリスクのやつ、無限放映。さあ、ちょっとどっちサイドになるかは分かりませんが、さあ、この大会全員がオールランダムと大会となっております。さあ、見ていきましょう。誰がシナシナ、さあ、シナンジュ、これは何で見ていきましょうか。さあ、じゃあマシで見ていきましょう、ね。さあ、シナンジュマシ、これちょっと運命感じる組み合わせですね。これでどうか。さあ、ユニコーン組となりました。シナンジュマシ VS エクストリーム、これは何でしょうか。アイオス、どっちだろう。ゼノン、これでどう、ゼノンかな。さあ、ゼノンガナ、さあ、ゼノンガナ結構ね、組み合わせ的にはやりやすいのかなって感じがしますね。さ
さあ対するシナンジュマン氏、さあシナンジュがだいぶ食らってる感じでしょうかね。さあどういう風に集まっていくのか、ちょっとよくわからない状況です。さあメインからペトキチナン遠くかくエヌカクが掴んでいくださ。ゼノンがシナンジュを落とすもバンシーがエヌカクからメインでまずゼノンを落としてさあ両者2号が削れて、さあしかしバンシーの体力があまり削れていないので、さあどちらが有利ともちょっと言いづらい状況ですが、さあ若干バンシー側有利といったところでしょうか。さあ試合の方見ていきましょう。さあゼノンがシナジュに、さあチャージが、ね、小さくのチャージがバンシーに当たっている。さあダメージを取って、さあちょっとシナンジュバンシーね、お互いの体力調整がちょっと曖昧になってきました。どっちが下がるのか。さあゼノン隠し逃走もシナンジュに言いまくっている。さあダメージね、あのゼノンってちょっと適当につなげてもだいぶ伸びますんで、さあこれは今何かからちょっと突破合成ですかね、ちょっとよくわかんないですけど、さあ G ザクは 相方のシナンジュにあのチャージを入れていた。さあチャージね200後半は出る感じでしょうか。さあなんかちょっと試合の展開が早かったですね。これちょっとシナンジュ3落ちした感じですか。ちょっとねあのゼロの格闘後もね食らってしまうとダメージが相当伸びてしまいますので、ちょっとねダメージの取り合いでね負けてしまった感じでしょうか。ジーザク、ゼノンズね、おめでとうございます。あれはどっちだったのかな、ちょっとどっちのセットだったかは分かんないんですけども、さあ次の試合ですかね。私の方試合入ってますので、変わりたいと思います。相手の様子をご覧ください。さあこれは手前の方かな。さあ、デュナメススタのディバイダー、なんだった下ディバイダー忍者さあ、前回優勝者さあ、カミユノスタのさあ、星2ってことはそれなりに乗ってるってことだよねさあ今回はちょっと優勝戦線には絡みませんでしたが、さあ金プレの実力をどこまで発揮してくれるのか。さあまずはお互いワンタッチと言おうと思ったら、すでにお互いかなりちょっとだいぶもらってるような状況。さあトランザムからサブとチャージをばらまいて、さあ忍者をやりに行ったか。さあしかしこれは撃さあ相手は両方とも落としましたが、状況としてはあでもちょっとこっち側のさあ神優組の方のがまだ若干有利か。さあデューナメスが上で頑張ってたか、ちょっと忍者に落とされたか。さあ、クナイ爆弾を食らって。さあ、サボをばらまいてトランザムで一気に詰め寄りたいところ。さあ、覚醒から。およっと。さあ、周りからはちょっと今のコンボで実は終わってたんじゃねという。さあ、これは手加減ですか、神谷さん。はい、ということで勝ったのは、神谷黒組ですね。
それじゃ準決勝ね。ここからは1台、ワンセット進行ね。マフティー、アズ、ユー、モルグ組ですね。はい、自分とこ。はい、座ってカードかざしてあげてくださいね。ファイトライブ、始め。さあ、ここからは、これ何視点でいきますか。何視点でいきましょうか。さあ、ちょっとむごい組み合わせが見えた気もしますね。さあ、まあこれね、皆さん、全ランダムね。さあ、全ランダムとなってますが、マスターアワークバスザクザク、なんでしょうか、ビクトリー。さあ、ちょっと先制だね、マサク。さあ、若干ザクがちょっと悲鳴を上げてますが、マスターの横がどうにもならない。さあ、ちょっとさあ、うまく爆弾から、早くつなげるも、さあ、青枠にちょっとベベからね、ビームを吸い取られてしまう。さあ、ちょっとさあ、先生が覚醒でなんとか折り返していくけど、さあ、覚醒、ザクは爆弾から、さあ、爆弾から早くこう、マスターに当ててダメージを取っていく。さあ、巻いて、3つ巻いて。さあ、ダメージ取り返したいところですか。さあ、マスターから横一段、横三段と落ちてしまう。さあ、早くも4000コストが削られている。さあ、マスターが覚醒つかれている。さあ、余裕の攻め系からザクが、あ、危ない、これは危ない。これはちょっと今回大会最速記録ですかね。ちょっとマスターの横がどうにもならないと、若干ちょっと厳しかったですね。ちょっと悲鳴がだいぶね、1000コスト側から聞こえましたけども、まあちょっとランダムの運がね、運が制したといったところでしょうか。さあ、この実力通りにはいかないね、全ランダムシャッフル大会、さあ進めていきましょう。さあ、試合の準備の方をお願いいたします。さあ、少々が星5を引いているぞ。少々が星5を引いてる。なるほどね。さあ、実力も少々だと、ランダムの引きも少々だったか。さあさあ、ダブル X ゼータ VS スローネクシアですね。さあ、相手はダブルオグミ。さあ、エクシアが前に出るところ、スローネをね、ストレスフィールドで、なんていうか、さあ、スローネ、横2段から N 角前段、これダメージそこそこ伸びますね。さあ、エクシア、横1段から横4段、サブハセ巻いとく。さあ、ここで、ね、うまくゼータのカットもね、防ぎながら、さあ、うまいコモ選択ですね。さあ、スローネ、横、これは落ち着いて、ゲロビで取っている、ゲロビじゃない。背面がで取っている。さあ、これ状況どうなんでしょうかね。さあ、2000覚醒を叩く前に3025をうまくダメージを与えることができれば、さあ、こちらが有利といったところでしょうか。さあ、エクシアがここで強気の覚醒。さあ、ここでね、スローネのストレッチフィールドがうまく噛み合えば、なかなか相手にとってはね、うざい展開になってきます。さあ、メインで、さあ、しかしゼータがスローネにね、ストレッチフィールドを張らせまいとダムを張っていく。さあ、エクシア横、これは当たっている。横3段から二次ステイ、横前段サブハセと巻いとく。ハセとさあ、着地を取ってダメージ取っていく。なんとちょっと展開が怪しくなってきた。さあ、ここでゼータ落とされてしまうと2号ワンチャン作られてしまいます。さあ、スローネクシア側としてはうまくゼータの方をね、なんとかつく。さあ、エクシアが浮いている。スローの連合を受けて、さあ、ちょっと背面がいいタイミングで打ったんですけども、さらに下げられてしまいました。さあ、エクシアが若干浮いてる。メインからだ、ゼータにダメージを取って、さあ、エクシアのダブル X へのサブがゼータに当たっている。さあ、エクシアが浮いてる。さあ、状況アドバンテージ傾いてるな、スローネ側。さあ、ここでダブル X の体力が気になるところだが、さあ、横角ビーム待ってる。さあ、分角からおっと、さあ、味方のサテライトをちょっと切れた。さあ、エクシアがストレッチフィールド、これは避けられない。さあ、最後取ったと思ったが、エクシアストレスフィールドかかっていた。
さあ召喚星5を倒して小岩瀬歓喜に浸っているさあこれはちょっときつい煽りが入りますね。ちょっとこれは準決勝に恥じない戦い、お見事でした。さあやはりシャッフル大会、さすがシャッフル大会、実力通りにはいかない波乱な展開が続きます。さあ最後ね、迎撃したと思ったんですが、エクシアにストレッチフィールドを張られていたと。さあ勝者ね、エクシア、スローネですかね。さあ決勝戦ベスト4が出揃いました。さあここで勝った人が勝はね優勝となります。準備の方お願いいたします。三脚のマフティさんと、無限放映さんと、なんだっけ、ヒルアンドだっけ、ヒルアンドさんとキートさん。さあいろいろね、ちょっといろいろ悔しい方もね出てきてますね。さあ、まあ、一方はねマスターに祀られてと、一方はねちょっと少々が敗れると。さあ波乱の展開が続いてますが、決勝どうなっていくのか。さあ敗入さあ敗入、さあ何で見ていきます、何で見ていきます、邪魔だな、何で見ます、え、何でもいいですか。じゃあドラゴン見ていきましょう。さあ敗入ジオ VS ヘビアドラゴン。さあヘビアドラゴンね、なんかスポランで見たことありますね。2000-2000ペアでなんか見たことがある気もしますか。さあしかし若干ジオを崩せる手段がないかなと、まあざっと見た感じ思うんですけどね。まあしかしどうなっていくのはちょっとよくわかりません。さあ敗入ジオを見ていきましょう。さあ敗入が若干下がり目ですね。さあジオが前に出て、これはまさか今流行りの 25-スタイルなのか。さあこの大会多いですねさあメイン、さあプレッシャーはさせませんと。さあ設置これは失敗してるが着地は取られていない。さあサブから、さあうまくね取っていきたいんですけども、さあジオの体力とハイニの体力をうまく減らすことができれば2000-2000かなりね試合の展開の方を有利に進めていくことができるんですが、なかなかねやはりジオが硬いとのさあハイニがちょっと後ろに下がることを意識しているせいでちょっと崩しにくいかもしれません。さあしかしね2000学生を叩ける回数が3000-2000より、若干多いので、さあそこでどういう風にね試合を盛り返していくのか、ね展開の方を見ていきましょう。さあ160秒、さあドラゴンが先に行って、さあヘビアが覚醒を叩いてジオにダメージを与える。さあしかしねダメージを与えていきたいのはここで敗入に、敗入でダメージを与えていきたいですね。さあドラゴンが押さえかける、さあここでダメージを与えて、さあいいですね。さあここでまたうまくダメージを与えることができれば欲しいです。さあ敗入距離を取られてしまった。さあここでねジオ覚醒プレッシャーからの覚醒技というねワンチャンコンがあるんでね、ここだけ注意していきたいところ。さあここで4000コストが削れてもう2000は落ちれない状況ですね。さあここで敗入を落とせなければワンチャンが生まれにくい状況ではありますが、さあマイク君、さあ時間切れだって、さあ横前段からブーストはない。さあダウンを1下角でプレッシャー、これを放っていない。さあクマさんから、さあブーストの有利取られて、これ危ない。さあうまくシールドしている、うまいですね。さあシールドからうまく相手の格闘を読んでメインを合わせてきた。さあメイン3発ドラゴンに食らって、ここでドラゴンが危ない、プレッシャーを受け攻めから、これはさあドラゴン覚醒を叩いて、さあしかし敗入も減っています。敗入も減っているがジオの格闘チャージ2段目、ここ当たったところ敗入のビームね追撃で当たってしまいました。さあ勝ったのは、勝ったのは、なんだっけ今の敗入、そして各々の継投に敗入なんだっけ、あ、ジオ、敗入ジオですね、おめでとうございます。ヒルアンドさんと無限放映さんが優勝となります。さあ全ランダムシャッフル大会ね、さあ、ベスト4ね、表彰式の方にね移りたいと思います。
さあ全ランダムシャッフル大会、皆さんお疲れ様でした。結果発表の方を作りたいと思います。さあベスト同着3位ですかね。さあだいぶね、さあ小岩勢からちょっとね、あのきつい煽りを受けてしまいましたけども、さあゼータダブレックス、さあちょっとねスローネクシアのね、うまく戦法にはまってしまった感じですかね。はい、次の方行きましょう。さあ到着3位、さあマスターに祀られて惜しくも3位。さあザグリフトにね、さあちょっとこれ悔しくもないんですかね、悔しくもないんですかね。あ、悔しい、悔しいですね。次はリアルラックね、引きの強いところをね見せてほしいですね。さあ次の、順位賞、さあドラゴンレビア、若干ね最後ね、配流削ってね、ワンチャン作れるかなと思ったんですけどね、ジオの格闘チャージ2段目が当たってからダウンで拾われて負けてしまいました、ね、次は優勝を目指して頑張ってください。さあ優勝のおめでとうございます。配流ジオですね。さあランダムシャッフル大会、皆さん伝え切れねこなせてない期待を引いたと思うんですけども、その中での優勝ね、おめでとうございます、ね、皆さん、お疲れ様でした。